今日は日差しがよろしゅうございますな、六郎殿。そうかな。ほら、そこにも綺麗な花が咲いております。あ、綺麗じゃの。はい、綺麗です。確かに美しい。しかし、花は摘んだらが最後、あとは枯れるのみですな。そうじゃな。この日のもとにおいて堺ほど開けた町はないわ。しかし奉行人連署奉仕は使えるわ。元長は堺幕府で足利幕府が多用した奉行人連署奉書という公式の幕府文書を発給することで畿内を実効支配し、その実力は主家細川家を上回るほどであった。千熊、千熊おらぬか。はっ、何用でございましょう、父上。千熊、地区を寄れ。はっ。勉学には励んでおるか。はっ、それがしが尊敬しているのは父上ですので、父上のような立派な武士になりとうございます。わしをか。わしを抜くつもりで勉学に励め。はっ。よいな。千熊、これを措置に。ありがとうございます。大事に使え。猜疑心の強い細川六郎はこれを心よく思わず、我が家臣の分際でわしより幕府の実権を持つとは許せん。そもそも奴の支配する海鮮万所は我が細川家の領地ではないか。その恩恵を忘れて奴はわしにあざなすつもりか。元長めは先の天王寺の合戦にて官吏細川高国を討ち取ったことによいしえ、主君を差し置き独断専行し目に余る振る舞い許しがたきことにございます。今こそ元長を討たねば細川家自体危うくなるやもしれませぬ。殿、ご決断のほど。おお、一計が浮かんだぞ貴様。本願寺少女に河内泉の門徒衆を元長にぶつけ、そうじゃ、討ち取る文を出せ。それは面白き策にございまするな。直ちに。なまなぶ、なまなぶ、なAh!
おー、いたぞ、こっちだ、いたぞ、一人も取れない。この騎手、何かおかしい。まさか、六郎の仕業か。もはやこれまで、我が死に様、徳富よ、南明法蓮華経だ。幕府の講和の仲介をしてほしいとのこと、いかがいたしましょうや。本願寺といえば、もともと我ら三好家の旧敵ではないか。何故そのような申し出を飲まねばならん。そもそも殿が堺の憲法寺で腹を召されたのは誰のせいじゃ。王女が一向宗を動かしたからではないか。本願寺です、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 本願寺です。分かってるのか。恐れながら真の敵は本願寺ではなく、本願寺を整かした細川春元ではありませんか。唯一の分際で、もうわきまえよ。よい、発言許す。松永と言ったかな。はでは、我らは春元を打てばよいということか。はさようにございます。今の我らでは、春元を打つ力はない。は今の三好軍の兵力では難しいかと。父上を死に追いやった恨みは忘れず、春元の臣下となり、わしも父上のように春元を超える力をつけ、千載一遇の時を見定める。皆には苦労をかけるが、壊れてくれぬか。承知つかまつりました。仰せの通りに。わかりました。付き従います。春元に使える足がかりとすべく、本願寺少女の幕府との仲介、この三好が受けたまわるとしよう。松永、何か良い策はあるか。はっ。さすれば殿自ら一軍を引き、大坂石山本願寺に出陣し、畿内の黒人衆に三好家の威勢を示すがよろしかろうかと。歯向かう者あらば斬るという陣立てにて打ち出しまする。さすればおのずと和睦へとことが進むかと。松永、思考やれ。はっ。あれを持ってまいれ。はっ。これをそなたに使わす。承知つかまつった。おのおの方、出陣じゃ。かようならせ。ああ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 あ
阪石山本願寺に出陣した三好軍は暴れ狂う一向門徒を食い止め、三好軍が未だ健在であることを畿内の黒人衆にその威勢を示したのであった。すまぬすまぬ、我が祖父実女商人の構えることなかれという異君に背き、千熊丸殿のお父君を死なせてしもうた。申し殿、もうよいのです。こたびの申し殿のその涙で恨みはなくなり申した。悪いのはすべて門主殿をそそのかした右京大夫にて。右京大夫様、畿内の一向一揆勢と幕府の武門勢の和睦の仲介にこの千駒馳せ参じましてございまする。一向衆との和睦の場は整いましたので、何とぞ春本様にこの和睦の場にお越しいただきたく。何を企んでおる。わしはそなたの父親を自害に追い込んだものぞ。本願寺へ招き入れ、わしを取り殺すつもりであろう。お待ちくだされ。なんじゃ、決して若はさようなことは。我ら三好家、細川家中心であると自負しておりまする。故に、たとえ主が父の敵であろうとも、どこまでも春本様にお仕えいたしまする。まあよいわ。そなたをわしの代理に任ず、もし和睦を見事に成し遂げられたならば、我が家臣に迎え入れて進ぜよう。できるか。このクソがどんずら下げて言いやがる。はっ、見事和睦を成し遂げてみせまする。殿、西山本願寺が三好軍についているとのよし。なんじゃと。殿、殿、どちらへ。貴様は知らんであろうが、本願寺が我が敵となれば我が軍などひとたまりもないわ。やつらはの殺しても殺しても押し寄せてくる。もうわしは撤退する。細川春元は三好政長を見捨て高尾山へ逃亡した。伊賀の神殿、こたびの一件どうか兵を引いてもらえぬか。木沢殿、政長との争いを止めたいのであればこの階段のみで十分であろうが、何故若さ越前能登の守護代に出兵要請を出されたので、我ら三好の情報も侮られまするな。我ら三好家直系に与えられるべき河内十七箇所大官宿を所流より奪い返すまでは兵は引かぬ。帰られよ。三好殿は御宗家伝代の河内十七箇所大官職を望まれているとか、それはもっともの通りと存じ候。これ以上の進軍は謀反のそしり被る恐れあり。あとはこのさざゆり任し、兵を引いていただきたい。
六角殿は少々勘違いをなされておられるようじゃが、わしはその久保様の命で今日の警護を命じられておるのでございまする。なんとそれはまことか。それは申し訳ござらなんだ。してその亀になる聖書は出されましたのか。すでに差し出すとともに警護の手勢を入京させておりまする。おお、さようであったか。警護のためにかようなざれ事で我ら六角を騙せると思うな。今まさに競技で久保様を討とうとされんがための指示に沿いなかろう。どうじゃ、もう死ぬよ。どうじゃ。よし方、どうじゃ、見えものを控えよ。我が不足、不利を働いた、あいすまぬ。まあ、しかし、かように三好殿の出陣を心よ思っておらぬ者もおるのも事実。どうじゃ三好殿、この後は久保様にうまく取り継ぐゆえ、このさざよりに任せてくれぬか。わかり申した。万事六角殿に警護せず腰水城に行きまする。高尾山にこもる春本を打つべく、このまま進軍すれば今日は応仁の乱のように焦土とかすことは避けられないが、それは孫次郎と信長の本意ではなかった。六角貞頼を通じての三好政長、細川春本との講和条件として三好勢の占領下にあった芥川山城を譲渡し、摂津越水城に三好勢が引いたことで越水城を与えられた。久保様の命である、三好伊賀の神越長に摂津半国守護代を命ず。はっ、ありがたき東大つかまつにまする。医療と軍事的再刊は早くも終焉の氷を覗かせておるな。末恐ろしいやつじゃ。千熊、私の屍を越えて行きなさい。墓前に花など手向ける暇はありませぬゆえ。母上。この年、孫次郎と信長の母菅が亡くなった。太平の世の祭りごとは強権的な武断先生では行いがたく、天意にかない、誰もが皆納得する。道義、道理こそは寛容、すなわち理性安民こそが治める者の大義。伊勢殿、こたびは主演の責任を招きいただき誠に片付けのお存ずる。におっしゃるか、義殿。わしとそなたの仲ではありませんか。遠慮されずと、今宵は我が屋敷と思っておくつろぎくだされ。いかがなされた伊勢殿、手が震えておられるようじゃ。いやいや、そんなようなことござるんぞ。いや、伊勢殿が我らが肩についてくれたら嬉しいことだが、
昨今では久保義輝の家臣のこと戦をなされておるようで、誠に申し訳なきことにございますが。やぎ、頭を上げてくだされ。力なき将軍はもはや我らの主君ではござらん。わしはそなたこそ天下人として世を据えるにふさわしいお方と思っておりますがゆえに。茶殿、心強きお言葉もったいのござる。いやいやいや、三好殿、頼もしいでござる。暗殺されたはずの三好長慶の軍勢が六角勢に押し寄せてきた。父上、筑前の神殿は撃たれたのでは。下田、吉方、これは罠じゃ。永禄三年正月、三好長慶は樹脂の下首里の大部に処され、霧門を拝領、塗り越しの使用を許された。そこもと樹脂の下首里の大部に任命し、霧門の使用を差し許す。これ塗り越しの使用も許可せい。は？は！三好殿、これはそうそうあることではござりませぬこと。塗り越しの使用が許可された。ありがたき幸せに存じ上げ立てまつりまする。はっ、ありがたき幸せに存じ上げ立てまつりまする。さらに三好殿の嫡男三好孫次郎義興に正御院の下筑前の神の位を与える。幸せに存じ上げ立てまつりまする。駿
河に放っていたラッパからの知らせによれば、今川義元駿河を出陣、三日後に大割くずかけ城に入ると見受けられるとのよし。その総勢4万の大軍にて候。いよいよ来るか。阿波の義方、淡路の冬安、讃岐の数正らに陣立ての笛を出せ。わしらはこの地に今川の出方を。あはかしこまってございまする。このひなは濡らすでないぞ。申し上げます。中島砦の千秋隊、二つ隊ともに壊滅。なぜあやつは焦りよった。一体こうなるぜ。今川自分の大夫義元、桶狭間にて討ち死に。まことでござるか。
じゃと？信長をどう見る？麒麟寺と相なりうるや。思わぬ番狂わせでしたが、所詮尾張一国の小大名にすぎませぬ。我ら三好家の足元にも及ばぬであろう。しかしこれぞ天佑、信長めのおかげで我ら孝子の憂いの河内大和に進行できるわい。おお、うん、永禄3年6月、阿波、讃岐、淡路の兵を率いた三好義方が尼崎に出陣。乱を起こした安見宗房がこもり、河内の国飯盛山城を包囲した。しかしそこには思いもかけぬ軍勢。殿、飯盛山城に出陣した先鋒義方殿に伝令あり。構わん、通せ。申し上げます。畠山高政殿率いる軍勢、金より出陣。どうやら飯盛山城の安見勢と合流する模様。なんでと？かます、長典殿が見まかるやいないのこの裏切り、許しがたし。誠に、なもの、わしらはこれより高政めがこもる高屋城を攻める。いざ出陣じゃ。おおおおおおお、敵兵の前にござる。何、要請してくかれ。はっ。わしは清和源氏小笠原長清の末裔、阿波守護代三好武天の神義方なり。わしを言おう、わしを撃て、討ち取って手柄といたせ。守護畠山尾張の神高野さんじゃ。同じく守護代安井宗房なり。Stop it!
かぬわ。けっ、けっ、待て、松永、顔を言わするな。あっ、切ないのう。兵糧攻めにす。はっ、はっ。語りは正木武久が務めました。本編の公開を何卒お楽しみに。歴史再現映像ノートリアス。制作短編映画天下人三好長慶、主演三好長慶役を務めさせていただきます正木武久です。今回、こうやって、三好長慶を、演じさせていただくということで、もともと思い入れのある、武将でもありましたので、こうやって、やらせていただけることに、非常に、身の引き締まる思い出もあり嬉しく、思っております。必ずや、良き作品に仕上げてまいります。仕上がること間違いなしと自負しておりますので、何卒お楽しみに。こうご期待。正木さん、ちなみに、今作この私の作品についてどう感じてますか？面白いと思います？はい、もう非常に、ね、出てる側からしても、もうよくできた作品やなと。もう本当に、話のストーリー展開の流れ、もう場面転換の流れがね、もう、我ながらと言いますか、もうね、もう非常によくできたものやと。それからもうビジュアル面に関しても、もう絶対に、もう絶対的な自信を我々持って、お届けすることができると思いますので、ご覧ください。ありがとうございます。皆様、ご応募いきたい。これ、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 さあ親方だ。宮川は
まあなんか適当に喋ってください。もう撮ってるんで適当に。はい、いいですよ。これはの我が川の恋の世界久米田城より伝令あり。モーゼ実急殿か、実急殿か。